はい、どうもこんにちは、カズワンです。さて、今日は久しぶりに札幌ドライブ行きます。じゃん。まあ、見てわかる通り、スキー場でございます。春のスキー場。誰もいない。雪もない。こんな寂しい感じなんですね。向こう、遠くを見ると観覧車がある。回ってない。ほら、すごくない？こんな高い位置に自販機があって、下にこれパレットで、本当に冬だけのためにあるエリアなんですね、ここは。さて、今日はどこに来ているかと言いますと、札幌市の手稲区でございます。つまりここは札幌手稲スキー場でございます。手稲区はね、山が1個ボンとありまして、手稲山っていう、その山に、このスキー場と、あとゴルフ場とかが作ってあります。来る途中に知ったんですけど、北海道では有名なルッスリゾートっていう、ルッスにある遊園地があるんですが、そこと同じカモリ観光っていうところがやってるんですね。もうちょっといい景色とか見れるのかなと思ったんだけど、何もないですね。向こうの方に山の上の方を見ていただくと、なんか電波塔みたいなのいっぱい立ってるのが GoPro じゃ見えないんだよな、きっと。でもこの山の上にある電波塔みたいなやつが、確かテレビの電波とかが立ってるんじゃなかったかな。僕の記憶が確かなら、あそこからテレビの電波とかラジオの電波がビヨビヨ出てるような気がしております。さて、そしたらこれ以上ここにいても何もなさそうなんで、早速手稲区ドライブ行ってきたいと思います。はい、それでは今手稲スキー場を後にして山をどんどん下っております。いや、僕の中の印象ではね、もうちょっと平地とこの手稲スキー場ってもっと近い関係かなと思ったら、意外とちょっとした距離があるんでね、こうやって山を下っていくだけでも結構な距離になりそうです。ところでね、僕のカズバン札幌ドライブは、札幌をね、実は10個区がありまして、札幌の10個の区を、巡っていくというものでございます。かなり結構制覇してきておりまして、今回の手稲区を入れたら、もうだいぶもう制覇、ほぼ制覇ぐらいになるかもしれないですね。あ、ここ今出てきたのはゴルフ場です。右側がゴルフ場になっていて、まあ、左側は、なんかやばい感じの恐竜のなんか置物が置いてあるキッズパークですって。何なんでしょうね。そんな感じでございます。そのね、僕の札幌ドライブは、まあ、10個の札幌の区を1個ずつ制覇していくっていうものなんですけど、1個1個のね、区にやっぱり地域ならではの特色がありまして、僕はそれをね、独断と偏見によりキャッチコピーを1個ずつつけております。今回ドライブする手稲区の僕のキャッチコピーは、ズバリ、手稲区っていいねって言っちゃう部長が住んでる町、手稲区でございます。まあ、どういうことかと言いますと、手稲区のキャッチコピーで、手稲っていいねっていうキャッチコピーあるんですけど、その親父ギャグみたいなキャッチコピーがあるんですが、それと同時に、手稲区はちょっとこう、サバーブというか、日本、札幌の中心地からはちょっと離れた場所にあるんですよね。札幌の中心地に面してないんですよ。間に西区があったりするので、ちょっとこうベッドタウン的なエリアになりますんで、それだけ戸建ての数も多いんですよね。マンションっていうよりも戸建てに住んでる人たちが多いのが手稲区でございまして、まあ、戸建てを買って、まあ、20年ぐらい住んでる、まあ、部長クラスの人たちが住んでるっていうイメージが僕の中ではどうしてもございます。あら、なんかちょっと前のランクルがちょっとなんか暴れてるけど、大丈夫かな？携帯見てんのかな？大丈夫かな？ちょっと心配になっちゃうけれども、
そんなようなね、人たちが住んでるんじゃないかなっていうのが一つと、あと手稲には JR 手稲駅っていう手稲の JR の駅があるんですが、そこと札幌の中心部を結ぶ札幌駅とかね、そこら辺を結ぶ、手稲札幌区間っていうのは JR の中で一番のドル箱路線って呼ばれてます。だからそれだけ多くの人たちが JR に乗って札幌の中心部に通勤してるっていう感じになるんですよね。なんかちょっとこうね、頭がこう薄くなった部長クラスの人たちが朝手稲駅から JR に乗って札幌駅のビルまで出社して、ちょっと若い OL のお姉ちゃんに親父ギャグを言っちゃうみたいな、そんなのが僕の脳内で妄想されますね。わあ、今左側を見ていただくと手稲の街がすごい綺麗に見えるんですが、ちょっと GoPro には映らないな。前のランクルは大丈夫なのかな、なんかすごいフラフラしちゃってるけど、具合悪くなっちゃったりしてないかな。ああ、ボコボコを避けてるのかもしれないですね。こんな感じでちょっとしばらくね、平地まで下るったらありますね。さっき上りで登ってきてスキー場で撮影したけど、そこまで来るまでもあれこんなに遠かったっけっていうようなぐらいでして、なんか印象ではね、もっとすごい近くにあるイメージだったんだけど、意外と山道をこうくねくね行かないと手稲スキー場には着かないみたいですね。あわよくば何かカフェ的なものがないかなとかって思ったんですけど、もう冬はバッチリお休み中っていう感じですね、この手稲山は。逆に雪がないこのシーズンから秋口にかけては、あのみんな手稲山登山に行ったりしますね。ちょうどいい登山の山というか、すっごい厳しくもないけど、あのガレ場とかって呼ばれるような、ちょっとこう足元が悪いようなエリアも手稲山にはあったりして、登山するのにすごい人気かもしれないです。小学生の頃とか札幌のこの地域近辺の区に住んでる人たちって手稲山登山したことあるんじゃないかな。なんか僕も手稲区出身じゃないですけど、なんか手稲山を小学校の時に登山したような記憶がそういえばあるな。まあ小学生でも登れるぐらいの山っていうことなんだと思います。ここに来る間も道路際に結構車が路駐してあって、多分山菜を取ったり登山をしたりとかしてるような方々が路駐して行ったんじゃないかなと思います。よし、もうそろそろ平地に降り立ちます。やっぱ上りよりも下りの方が早くてよかったな。あ、ちょっと景色が見えてきましたね、先の方に。この今見えてる広がってるのが札幌市の手稲区でございます。じゃじゃーん、こんな感じですね。ちょっとカーブが多いからいまいちちゃんと見えないな。今橋の下を通りますけど、上を走ってるのは札損道と呼ばれる高速道路でございます。右側が札幌エリア、左側が小樽のエリアになってます。ここが、手稲っていうインターチェンジですね。手稲区にもちゃんとインターチェンジがございます。札損と、札損ってでも普通は読めないよね。僕も読めなかったですね。なんかローマ字書きしたのがなんかどっかそこら辺に橋にかかってるのを見て、あ、これ札損って読むんだって思った思い出があります。札損って普通の人は読まないと思うな。札たるってつい読んじゃうと思うんですけど、札損道ですね。はい、さっきの道路、札損道がこうこの道に平行じゃないですね、なんか垂直にこう交差するような形でありましたけど、この5号線も同じような状態、右側が札幌駅方面、左側が小樽方面、国道の名前は国道5号線って言います。北海道の中で唯一一桁な国道ですね。で、4号線が東北を通ってるから、その4号線の後に作られたのがこの5号線なんでしょうね。5号線はもともと
それこそ一桁台だから多分歴史がすごい深くて、小樽と札幌を結ぶために作ったのかな、もしくは小樽と函館を結ぶために作った気もしないでもないですね。ちょっと遠回りですけど、ここから回っていっても小樽を越えてはるばる行けば函館まで行けるんですよ。ちょっと今となっては遠回りな順路ですけどね。だから昔はそういう遠回りな順路で函館と小樽そして札幌をつないだ道だったのかもしれないですね、この5号線というやつは。確か国道はそのできた順番に数字が割り振られているはずだから、北海道の中では一番古い道っていうことになるのかもしれないです。この国道5号線が非常にポピュラーな道でして、今もなかなか車は走っておりますけども、片側2車線両側4車線の大きい道路になってます。左側に見えてまいりますのは手稲温泉ほのかでございます。ここはね非常に有名なあの温泉施設、なんていうの、レジャーランド、なんていうの、健康ランド的な場所になっておりまして、すごいいつも混んでますね。土日なんかは特に値段も安くて混み合っております。はい、今目の前のプリウスが入っていくのはスーパービバホームでございます。北海道にもちゃんとスービバあるんですよね。でもなぜかわかんないけどスービバの戦略が知りたいんですけど、スービバがあるのって確かここと小樽なんですよね、隣町の。なんでそんな近距離にスービバ2個作っちゃったんだろうっていうのはちょっとあるんですけど、でちょっとこれを左に曲がらないと手稲区を外れてしまいます。このままこの5号線をまっすぐ行くと西区に突入して、まあその後中央区に突入して札幌駅中央区方面っていうことになります。あらーかわいそうに、何やっちゃったんだろうか、あらー残念、かわいそうに。何でしょう、信号無視かな、速度違反かな、捕まっちゃいましたね。何したんだろうな。でも交差点があったわけじゃないから、あでも1個前の交差点かな、信号無視かな。いやいやいや、かわいそうに。ニトリもねありますね、いつも通りね、どこの国もありますね。さてもうここはちょっと一旦手に抜けちゃったかもしれないな、もしかしたらギリギリ手にかどうかっていうところまで、ちょっと手にの端まで来ちゃいました。道多いかもね。でもなんか僕の中で手稲ってそんなに田舎っていう感じもしないんですよね。なんでそう思っちゃうのかわかんないですけど、なんかあんまりそんなに田舎っていう感じしないんだよな。なんでそう思うのかわからないですけど、でも正直言ってなんか何が大きい商業施設であると言われればないで、まあこの手稲の追分通りもまあ聞けばここの区の人たちはみんな分かる通りですよね。でも通り沿いにはなんかこうでっかい建物が多いかな。でもそんなに何もないわけじゃないんですよね。ホームセンターがあったりとか、あとはなんか STB ハウジングプラザっていう、もう北海道民ならもう絶対聞いたことある、あのテレビ局が運営してるのかな、なんかわかんないですけど、よく CM が流れてる家のモデルルームの集合体みたいな場所もあったりとか、
するんですよね。で、今この橋渡っていきますけども、下に何が走ってるかといえば川ではなくて JR の線路です。なんで右側が札幌駅方面で、左側が手稲小樽方面になっております。小樽までは確か電化されてるはずなんで、電車ですね。手稲に行くにも札幌に行くにも、ここら辺は電車で行くことができます。なんで北海道民が汽車っていうようなディーゼル車ではなくて、電気の静かなスーンといったような列車に乗って行くことができます。やっぱここら辺も両サイド見てると、もう必要なもの全部揃ってますよね。100円寿司に、電気屋さんに、車屋さん。そう、なんか丁寧って、なんかこれといって、なんか何があるって言われるとちょっと難しい地域なんですけど、車で行動する分にはそうそう困るような地域じゃないんですよね。意外となんかこう、札幌市に最近できたような商業施設のチェーン店とかも、手稲区にもちゃんとお店すぐ出したりとかするんで、そんなに車さえ乗れれば住みづらい地域ではないと思います。僕は意外と好きです、こういうのどかな感じの、いろいろある感じ。ここを左に入っていきます。ここを左に入ると、ここは下手稲通りっていう名前です。ここが手稲のメイン道路だと僕は思ってます。後ろの方に、札幌駅方面なんで、中心街がずっと後ろの方にあって、これ今前走ってますけど、前の方行くとどんどん手稲の方に向かっていけるというか。で、こっちも片側2車線の両方4車線ですけど、こっちの方がいろんな店がこう両サイドに並んでて、本当手稲の中のメイン通りじゃないかな、ここが。ちなみにこの下手稲通り、一番奥まで行くと何があるかと言われると、陸がなくなります。つまり海に突入するんですね。正確的には住所はもう手稲の隣町、小樽市に入ってしまうんですが、なんとなく雰囲気としては札幌市寄りというか、なんかギリギリ小樽市になってるだけで、僕の中でなんかここはまだ札幌かなって思っちゃうようなエリアに海があります。なんで手稲区に住めば海もすぐそこにあるっていう、海もすぐそこにあって、山もすぐそこにあって、なんかこうのどかな雰囲気で公園とかもあったりして、結構住みよい街じゃないかなって、僕は結構好きなエリアなんですよね。こんな感じでございます。もうちょっと走っていくと、もうザ・テイネっていう交差点がありますんで、もうテイネ区のことを知ってる人なら、ここを通るとはテイネ区だなって思えるような交差点に出くわしますんで、はい、また橋越えますけど、この橋は下は川です。でもなんか そんななんか素晴らしいというか、でっかい川じゃなくて、なんかちょろっとした川が流れてるようなエリアになってます。なんで今さっき手稲山を降りて、ちょっと札幌駅側に5号線を走ってきましたけど、それと並行して流れてるようなこの下手稲通りを使って、またくるっと元に戻ってきてるような感じを今走ってますね。ほら、いっぱいあるでしょ、結構なんか吉野家に、なんやかんやに、ラーメン哲也、ラーメン哲也僕結構好きです。ラーメン哲也もあったり、さらになんてことない橋その2を越えて、あーもうちょっとですね。あー今奥の方に見えてるのが、僕の中でここがザ・テイネっていう交差点ですね。今はドン・キホーテが角っこにあって、あと靴屋さんとかファミレスとかが入ってる角っこのその交差点になるんですけど、もともとこのドン・キホーテがあった場所はイエス総合電機っていう電気屋さんでしたね、昔々はね。昔から栄えてるこの次の信号があるのが、僕の中でのなんか手稲って言えばこの交差点なんですよね。この交差点になんか全て
行き先によって全てのものが集約されてるような、ここを起点にしていろんな丁寧な場所に行けるっていうイメージがすごいあります。今は左に曲がってみます。目の前に見えてる山、手稲山です。さっき登った山です。で、このままねまっすぐ行くと、さっきあの追分通りを走ってビヨンって飛び越えた JR の線路をまたもう一回飛び越え直すことになります。まあ、あっち行ったりこっち行ったりしてるけど、まあドライブだからね、手稲の街中をドライブするということでいいんじゃないでしょうか。こうやってくるくる回る方が、まあ今日はなんか午前中は雨が降ってたんですけど、午後ぐらいから天気が回復しだして、今すごいよく見えますね。あの手稲山が綺麗に見える、山が見える生活っていうのもいいかもね。なんかちょっとこうやって走ってると改めてなんか手稲ってちょっといい街かもって思い出しちゃった。あ、今ある橋渡っていくと下がまた JR の線路で、またピョンって飛び越えて、ピョンって飛び越え直すような格好になりますね。今来た順路で行くと、なんでこの線路を基準にして両サイドにこれだけいろんな建物が広がってるっていう街なんだが、 JR 頼みって言ってもいいのかもね、この手稲区ってね。バスもあの札幌だと中央バスっていうところが一番手広くバス運行してるんですけど、手稲区周辺はどちらかといえば JR バスの管轄になってまして、 JR バスがいっぱい走ってますね。だからなんか JR の街っていう感じがする。 JR の確かね、新しく作った研修センターとかも手稲区なんですよね。なんでちょっとこう手稲には思い入れがあるのかも、JR の土地みたいのもいっぱいあるのかもしれないですね。と言って今近づいてきたのが手稲駅でございます。ここを右に曲がると手稲駅でございます。はい、じゃーん、手稲駅でーす。まあね、一番のその通勤ドル箱路線って言われてるぐらいですから、ちゃんとしてますよね、手稲駅って。札幌近郊の駅の中ではやっぱりちゃんとしてる方だと思う。この奥の小道を入ると結構飲み屋街とかも広がってて、帰りにいっぱい引っ掛けて帰ったりもできるから、ちょっとなんかどうしてもやっぱ僕の中でなんかちょっと頭が薄い愉快な部長が住んでるっていうなんかイメージがちょっとあるんですよね。どうしても手稲の地域って帰りにちょっとのんびり一杯引っ掛けて帰るぜみたいなおじさま住んでるイメージあります。家持ちのね。ここら辺は街中なんでちょっとゴミゴミしちゃってますけど、ほんとちょっと離れればもうさっきみたいな大きい、おー危ない、お姉さんよく見ないと。ガラガラしてます。こんな感じで手稲駅の周辺だけはこんな感じで細い道でくねくねしてて、まあ車がない人でもここら辺だったらね、 JR とバスと使っていい感じに過ごせるのかなと思いますよ。というところでございます。そしたらさっきの道を使ってまた元に戻ろうかな。はい、ここでさっき使った道路、さっき走ってきた道路を戻るような形になります。ほら右側にあの札幌おなじみの、串鶏っていう焼き鳥屋さんとかがあったり、ここら辺は本当なんかちょっと女の子のお店とかもスナック的なものもあったりして、本当に会社帰りに楽しめるようなエリアになってますよね。なんか会社帰りにこういうところでちょっと一杯飲んで帰るっていう生活やってみたい。一回僕それなんか生活したことないんで憧れます。
まあ、今着実にさっき来た道を戻っておりまして、さっきの下手稲通りの交差点まで戻っていきたいなと思います。JR の線路を越えて降りて、ちなみにこの線路を越えて降りて左に曲がると多分 JR のもともと土地だったんでしょうね。もともと JR の何があった場所かわからないですけど、今はちょっとこう、JR がやってる生鮮市場っていうスーパーとか米田コーヒー、あと JR がやってる温泉施設なんかが集合体になってるようなエリアがあって、やっぱりなんか JR の街ってなんか感じがしちゃうんだよな。あ、もしかしたらね、米田コーヒーもチェーン店だから JR がやってる米田コーヒーなのかもしれないしね。そんな感じがしてしまいます。はい、それではまた先ほどの下手稲通りのメイン交差点に戻ってまいりました。さっきはね、右から出てきてこの次の信号なんですけど、次の信号の右側から出てきて今走ってる道に行って手稲駅に行ったんです。今度は、この下手稲通りのこの僕がメインだと思う交差点を今度まっすぐ行ってみます。さっきはね、静岡歯科がある今この画面で言うと右側から出てきて、右側がね、南側に当たると思います。南側には札幌の中心街の方が広がっている。で、今走ってきたこの後ろ側、西側ですよね、西側には JR 手稲駅があります。じゃあ今度この交差点を今越えて東側に行くと何があるでしょうか。はい、東側に来ますと何があるかといえば、ここを左に曲がるとございます。もうなんかここが懐かしいなって思う人も多いんじゃないですかね。手稲に多分一人暮らしとかするような若い子のほぼ全員の目的は1個しかないはずなんですよ、僕の考えから言うと。10代後半ぐらいで一人暮らしを手稲ですることになってしまったっていう人が行く場所、大学でございますね。手稲には大きい大学が1個ございます。今の名前は北海道科学大学っていう名前です。でも元々は北海道工業大学っていう名前でした。北海道工業大学っていうくらいですから理系の大学だったんですけど、今はね、それこそ手稲山、さっき登ってきた手稲山からちょろちょろちょろっと行った小樽側にですね、薬科大学っていうのがありまして、そこの大学を閉鎖してここの北海道工業大学の場所に移設したことによって名前を変えて北海道科学大学っていう名前になりました。なんかね、もともとぐちゃぐちゃした大学だったんですけど、今この間ちょっとチラって見たんですよね、したらすごいもっとぐちゃぐちゃしてて、ここなんか建築学部とかあるんですよ。だから建築学部とかあるせいなのか、もう箱物をね、立てすぎでしょっていうくらい、ほら今右側に見えるのがそうなんですけど、なんかもう箱しかないんですよ、敷地内。まあいろんそのなんだ、看護系の部門とかが、そのお薬系の部門が移ってきたから、しょうがないといえばしょうがないのかもしれませんが、なんでしょうね、なんかすごい箱がいっぱいあるっていうイメージです、僕の中では。
はい、今ちょっと細い交差点右に曲がって右側にあるのが北海道科学大学、昔の北海道工業大学。ほらね、箱ばっかりいっぱいあるでしょ。多分昔10年以上前に卒業した人は多分びっくりすると思う。また今度箱ばっかりとか、あれ、あのボロボロななんか教授の部屋とかどこ行ったみたいな感じになるぐらいの箱だらけですね、ほんと敷地内。左側はなんかね、ラグビー場かなんかになってる、同工大の、同工大って言っちゃった、科学大のなんかスポーツ場みたいな感じになってますね。で、右側にはこう戸建てがいっぱい並んでて、僕の中のこう丁寧なイメージってこういうなんか綺麗めの戸建てがいっぱい並んでるっていうイメージなんですけどね。僕は同工大の出身ではないですけど、同工大にはなんかなんでかかんでかちょこちょこつながりがあったりして、なんかちょっと思い出深いエリアだったりしますね。僕の青春の中に、青春の中のどこかに同工大もちょっとありますね。はい、ということでさっきの交差点を東側に来ると、北海道工業大学、今の名前を北海道科学大学という丁寧の中で一番大きい教育施設があるということでございました。ただ東側にあるのはそれだけではございません。もう一つこのテイネクが誇る施設がこの東側にはございます。今もう左側に見えている森林がまさにそれでございます。どこから入るべきか、ここから入れるべきか、入りましたね。ここはですね、名前を前田森林公園って言います。なんで前田さんなのかは知りませんけど、ここは非常に札幌でも、ポピュラーな公園になっております。せっかくなんでちょっと降りて歩いてみましょうかね、前田森林公園。はい、ということで前編終了です。いかがだったでしょうか。ぜひね、後編もアップロードしたら見ていただけたら幸いでございます。いや、科学大学ね、本当はね中に入りたかったんですよ。ただね、今ねあのウイルスの影響で生徒以外は中には入れない雰囲気になっておりまして、泣く泣く断念ということでございます。いやー、早くこのウイルス収まってほしいね。本当皆さんもお出かけしたい欲がもう爆発しそうになってるんじゃないですかね。本当にもう早く行きたいね、どこか。あのね、どこか行きたいといえば、手稲山、最初映りましたけど、あの上に観覧車がありましたでしょ。実はあの手稲山のね、上の方には昔遊園地がありまして、だから観覧車があるんですね。ただ、そんなねバブリーな考えはですね、この令和の世には通用せず、あえなく閉園ということに現在は相なっております。でもね、遊園地ってそう簡単にこうなくなるわけじゃないから、多分今でも上に行けば遊園地がそのまんま多分残ってるはずなんですよ。いや、僕ね廃墟フェチなんで、ぜひねいつかはその手稲オリンピアだったかな、ハイランドだったかな、名前忘れちゃいましたけど、いつか廃墟遊園地、いやー、行ってみたいなー。早くウイルスどっか行けー。